はいどうも体重1 2 8キロ一番重い時は1 7 0キロあったこともある僕が太ってる人、ダイエットしたいなと思ってる人、太ってる人の生態に興味がある人向けに毎日投稿で YouTube にデブ情報とダイエット情報を中心に動画を上げていきます。ということで今日はですね、今痩せるチャンスですよと、むしろ今後ピンチが来るんで、今痩せとかないとやばいですよっていう話をねしていきたいと思います。ぜひね、最後までよろしくお願いします。ということで,ですね。 今ですね4月20日なんですけどこの後ですねゴールデンウィークが来るわけですよゴールデンウィークは太るんですよね、うん、太っちゃうんですよゴールデンウィークはでゴールデンウィークっていうかですかね長期連休は太るんですよこれはね過去の僕のデータからすると僕は100%長期連休を太りますとじゃあどうすればいいのかと長期連休を太らないようにどうすればいいのかとこれは無理です 僕は長期連休は太ります。今までずっとそうでした。毎回ね、長期連休入る前に、長期連休は太りやすいから気をつけんとあかんなと思ってるんですけど、長期連休のたびにね、体重を増やしてきましたと。で、その結果がね、ここまで一番大き170キロで、今128キロっていう結果としてあるわけですよ。長期連休頑張ろうとしても僕は太りますと。なので、長期連休太っても、 大丈夫なように今のうちにちょっと体重を減らしといて長期連休ちょっと体重が増えても元に戻るっていうふうにねしたいなと思ってます長期連休はねこれ無理っすよ長期連休になると自由な生活になって生活リズムとかもね自由になるんで寝てる時間とかも自由になって不規則になってね太りやすくなったりだとかもう単純に食べるものが増えるわけですよ食べる量が増える自由時間が増える 自由時間、何する食べるっていうね、このデブのこのリズム、自由食べる、自由食べるっていうリズムになってきたりだとか、あとはですね、運動量。やっぱり食べる量と運動量で太るかどうか決まると思うんですけど、運動量もね、単純に考えて、減るわけですよ。運動量がですね、どっか行く用事とかがなくなるんで、ゴールデンウィーク太りますね。さらに今回、外になかなか出れないっていう事情もあるんで、今後、運動量が減ることは間違いないと。っていう状態の中で、 今のうちに、ちょっとずつ痩せていきたい。ちょっとずつ痩せていきたいですね。なんとかですね、今4月20日なんで、ゴールデンウィーク入るまで、あと2週間ぐらいかな、あるので、2週間で、何キロかな、2キロは無理か、2キロは無理だな、1キロ以上貯金したい。2週間で1.5キロぐらい貯金して、で、ゴールデンウィーク、その貯金を、ちょっと、 とつつ食い潰してなんとかトントンぐらいで今の体重1 2 8キロでゴールデンウィーク終わるぐらいでいきたいなっていう,、ね、もう消極的な目標ではあるんですけど長期連休は本当にやばいんで多分皆さんの中でも長期連休普通の人でも太りやすいと思うんですよで普通の人でも長期連休になると太るっていうじゃないですか僕ら長期連休じゃない時でもずっと太ってきたからこの体重なんで長期連休は無理っすよ なんで今のうちにも長期年休に逆らうのは無理だから今のうちにね今のうちにちょっと1 5キロ減らしたい何すればいいのかなやっぱ食べる量を減らすのと運動を増やすのしかないんだけど、まあ、運動を増やすの現実的じゃないから頑張んないからねいや食べる量を減らすしかないですねちょっと減らして、まあ、体重見ながらではあるんですけど1 5キロぐらい貯金したいですねなんか冬眠とかする前に野生動物がご飯食べたりたくさん食べたりすると思うんですけどあの逆だねそのこれから ゴールデンウィークに入る前に体重を吐き出しとく。あ吐き出しといて、ちょっとゴールデンウィークでたくさん入れても大丈夫っていう状態にするっていうね、逆冬眠ですね。なんとかしないといけない。ピンチなんで、なんとかね、ダイエットしたいなと思いますね。来週と来週はね、ダイエットの結果報告もね、0 7 5キロずつ減るっていう方向でね、見ていただけたらいいのかなと思います。皆さんもね、ゴールデンウィーク、もうそんなに私は増えないよって人は別にいいんですけど、増える人はもうゴールデンウィークに逆らうのを諦めて、今のうちに一緒に。 減らしませんか一緒に減らしといて、貯金した分を使い込んでね、もう、なん,かなんだろうな、その仕事辞めちゃった後とかね、みたいな感じで、貯金を使い込む生活でね、ゴールデンウィークして、トントンでいきましょう。ぜひね、一緒にダイエットしてくださる方はね、していただけたら励みになるので、よろしくお願いします。チャンネル登録もね、悪くないと思ってくれた方は、していただけたら嬉しいです。じゃあ、今日は以上です。ありがとうございました。頑張ってね、ゴールデンウィークまでに1.5キロ減らしたいと思ってます。以上です。